はどういう食べ方なんだろう。そのままサーモン、お寿司。あー、おいしい、おいしい、サーモンって美味しい。興奮しないよ、美味しいのよ、サーモン。サーモンで興奮するからね。すごいな。改めてですね、この炭鉱ガールズの皆さん、はい、普段どんな活動をしているのか教えてください。はい、はいはい、地元アラオを拠点とした、いつもはヘルメットとつなぎとスコップを持って活動しています。あ、はい、なるほど、ね、じゃあ今日も、今日はアイドルステージでございます。あ、今日はアイドルステージの方。はい、いろんなパターン見れる、すごいな。はい、ちなみに今日のパフォーマンスしてくれるメンバー、最年少メンバーは一番左の1年生。あ、下にいるんだ、たなちゃん。いや、今ピンクのスカート履いてる子が、ブンブンブン歌ってくれた小学1年生。はい、あ、すごいね、すごい、小学1年生か。炭鉱ガールズの皆さんは各チームに分かれてるんですよね。はい、そのチームについても教えてもらっていいですか。チームは今、うん、チームキングとチームクイーンとチームキューティーズっていう3チームがあります。おお、キング、はい、クイーンとキューティーズ。はい、うん、キングが主に強い、うん、なんかたくましいイメージ。なるほど、そうそう、特色があるんやね。クイーンが女子力があるチーム、かわいい、かわいい。なるほど。キューティーズがちっちゃい子、うん、はい、で活動しています。じゃあもし僕が入るならキューティーズですかね。あ、違いますよ、絶対違います。ちょっとまずメンバーにはな、赤ちゃんの鳴き声とかできるデーブースです。デーブースです。さあ、それではですね、はい、大牟田ビッグフェスティバル 2023FM 担当真夏のミュージックライブのプログラム、続いての炭鉱ガールズさんがラストとなりますので、皆さん大いに盛り上がってくださいね。はい、さあ、それでは行きましょう。炭鉱ガールズの皆さんのステージです、どうぞ。